ピマ軍祭2007年撮影ピマ軍はアメリカ合衆国アリゾナ州南中部に位置する軍である。軍名はこの地域の先住民ピマ族インディアンから取られた。2010年国勢調査での人口は98万263人であり、2000年国勢調査からは約14万人増加した。軍庁所在地はーソンであり、 軍住人のほとんどすべてはこの地域に住んでいる。ピマ軍には、徒歩のオーダムネーションの一部があり、またサンザビエル・インディアン居留地、オーガンパイプ・サボテン国立保護区、アイアンウッド森林国立保護区、および、サワロ国立公園のすべてが入っている。軍人口の大半は、ツーソン市とその周辺に住んでおり、都市開発が進んだ、軍東部の大半を占めている。アリゾナ州で、 人口第2位であるツーソン市は商業と学術の中心である。その他都市化の進んだ地域としては、オロバレー、マラナ、サーワリータ及びサウスツーソンがあり、すべてツーソン市の郊外にある。その他未編入都市化領域の大きな間と成長する衛生都市のグリーンバレーもある。軍内の他の部分はほとんど人が住んでおらず、その中で最大の町は、 トホのオーダムネーションの首都、セルズと最西端にあるアホがある。ピマ軍は1864年に開かれたアリゾナ巡州議会第一会期で創設された最初の4軍の一つである。アメリカ合衆国はこの地域を1853年のガズデン購入でメキシコから獲得した。設立当時の軍領域は、西経113度20分の東、平川の南にある、 アリゾナ準州の領土すべてだった。その後まもなく軍の領域内からコチセ軍、クレアム軍及びサンタクルス軍が分割された。カタリナハイウェイ沿いにある不安定な、赤中アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は9188.83平方マイルであり、このうち陸地は9186.27平方マイル。 水域は2.57平方マイルで、水域率は0.03%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ピマ群の編入済み領域と未編入領域、およびインディアン居留地、グリーンバレー近傍にある道路県掘り鉱山の衛星写真、2010年撮影。左が来た。ありがとうございます。